どうもジャッカルです。もうすっかりね、革ジャンの寒い季節になってきましてね、もうこの中にあの、一番下はま T シャツなんですけど、トレーナーを着てこう防寒になるようなインナーを着て、そっかその上に着てるという、ね、まあそういう意味ではちょっと大きめを買って正解だったのかなと思いますけれど、だから普段まあ革ジャンの過ごしあのとの生活はまた、改めてということで、今日はあの、水木一郎さんの追悼大、って何や、パート2、今日バビル2世をやりたいと思います。でバビル2世なんですけれど、あそうそうそう、3つのしもべの話ちょっとしたいかな。3つのしもべ、じゃあこれはモグラ十人、これね、あのこれですね、会長ロプロス、これまああの実はメカなんですけれど、メカメカしい姿の時なった時は黄色くなってますけど、ね、で、ポセイドマ運用よりロデム変身地をかける、このロデムがね、あのバベルの塔にいる時はあの、美女ということで、ロデムは何にでも変身できるんで、このまあ、三つのしもべでまあ一緒にね、こう誰を一つ選べ言われたらロデムしかないっていう、それはみんな皆さん同意見だと思いますけどね。ロデム以外、ポセイドンとかロプロスを、選ぶ理由があったら聞きたいかなと思います。ではバビルにしていきます。隠されたバビルの塔に住んでいる超能力少年バビル二世、地球の平和を守るため三つのしもべに命令だ。いや会長ロプロス、空を飛べ、ポセイドンは海を行け、ロデム変身地をかけろ。コンピューターに守られたバビルの塔に住んでいる正義の少年バビル二世、悪魔の基地を壊すため三つのしもべに命令だ。いや会長ロプロス、空を飛べ、ポセイドンは海を行け、ロデム変身地をかけろ。バビルの塔に住んでいる勇敢な少年バビル二世、世界の未来を開くため三つのしもべに命令だ。いや会長ロプロス、空を飛べ、ポセイドンは海を行け、ロデム変身地をかけろ。冥福をお祈り申し上げます。